全然車種とかも分かれへん。世界に1台のバイク、時価2億円の。分かりません。聞いたことあります。いやもう全然車種分かれへん。どうしよう、僕バイク自分で好きって思っとったけど全然好きじゃないやんと思う。全然知らんやんか。はい、今日はこれ、何県ですか、これ。大分県の、湯布院の岩下コレクションさんに来ております。ここに、旧車があると聞いて来させていただいたんですけど、これ、僕の知っとる旧車じゃなく、まあ一通り僕は一回見て回ったんですけど、これ本田の1号車らしいです。これ全然理解できへん。見たことない、聞いたこともない。ホンダの1号車、ホンダスーパーカブ、あ、これは聞いたことあるかな、ね、多分っていうのがめちゃめちゃ置かれた。旧車好きはたまらんけど、僕旧車好きじゃない、ないね。お間違えたね、これ。僕の知っとる旧車よりも旧車な、はい、バイクがめちゃめちゃ並んでおります。エンブレム、ホンダエンブレム、あ、ガラクタのように置いてますけど、これめちゃめちゃ高いもんね、多分。車も、車、バイク、あとこれ、これはまあみんな知っとんのちゃうかな、 CBX の線の、はい、新車未使用らしいです。これがなんか目玉でもないからね、ずらーっと、もう歴史を感じる。まあ、ここら辺ホンダばっかりで、あ、ここに K0、 K0 も置かれてます。これはわかるね、僕もこれはわかります。これぐらいしかわかりません。あ、これモンキーの、ほら、歴史やね、これモンキーの歴史。すっげえ、全然車種とかも分かれへんもんね。これ何ですか、これ。ここ吉村ゾーン、はい、吉村の、これ、これが昔の吉村なんかな、エンブレムなんかな、違うかな、あ、そうか、違うかも分かりません。吉村ホンダ CB77 らしいです。分かりません、聞いたことありません聞いたことない動画になったね。はい、ここの館長さんと吉村さんかな、多分多分そうっすよね。はい、多分そうです。目黒から川崎マッハ、おお、これから、まあ、こんな感じになりましたってなるかなるかいや、これ進化しすぎやな。これは、あ、工具や、昔のこれだな、飽きよったんや。へえ、工具から、これなんだろう、これ。これは何ですか、これ。ちゃうかな。え、なんだろう。ディーゼルエンジン。なんだろう、これ。え、エンジンではないよね。え、エンジン。模型型飛行機。あれ関係ないんだよ。騙されたぜいやもう全然車種分かれへん。どうしよう、僕バイク自分で好きって思っとったけど全然好きじゃないやん、こんな。全然知らんやんか。なんも分からへんけど、これお姫様の殿のやつやんね、多分ね。はい、分かりませんけど、すごいことだけは分かるね、これ。すごい、ロールスロイス、こんな形やったんですね。ウェルビー、1920年のウェルビーです。状態、1920年にできたと思わんぐらいの状態、これ。めっちゃ綺麗。これどうやって手に入れたんですかね。戦前の松田三輪車、松田、どうやって手に入れたらね。ダットさん、
や、すごいところ生きてます。あの、いろいろびっくりしております。びっくりして何を喋ったらいいか分かりません。1階、2階、3階があって、ここ2階なんですけど、この、はい、出迎えはもう美女、もう人間もの見えてんで、ここどうやってこんだけ集めたん。岩崎さんコレクションはこの1台から始まりました。え、そうなん、これ1台目なん。人生変えたな、この1台が。もうこんなんもっと分かりません。もうチカチカなってるけど、なんか雰囲気出してる、これ雰囲気出してるんかな、これ何の説明もできへん、こんだけなんか不明な動画ないと思いますけど。で、ここがすごいな、ここ、はい、こっから、はい、これチェコのバイク、これチェコですよ、チェコで、次フランス製です、プジョー、これはプジョーらしいです。これで、あ、プジョーの自転車からのオーストリアのバイクで、ニンブスフォア、デンマークこれデンマークかな。ベスパスクーター、あ、ローマの休日に出たやつな。あー、そういうこと。で、まだこれ、こっから国がどんどんひどなっていくよ。ロスイヤ、これロスイヤ、中国出ました。これ 750cc の中国産のバイクです。はい、で、この中国産の上にはムササビが、なんていうかわからへんけど。で、次はまた出ました、中国。はい、これほんね、なんか見た感じええ感じやけどね。アマゾネス、ブラジルの、いや、これ世界のバイク揃ってる、ここに。すごくない？意味がわからへんねんけど、これは、これハーレーダビッドソン、古いね。次インディアン、これアメリカ、エンジンこんな真四角な感じなのね。はい、次これもインディアン、インディアンでかいな、結構でかいね。これエンジン見た感じ、ほら、ケッチの2半やと思ったんやけど、67年のAHR、 何それ。あ、 BM、 あ、やっと出てたね、なんか知っとう名前、知っとう名前やっと出てきた。はい、こっからが目玉です。はい、これ知っとる人おるんかな。世界に一台がここにあります。世界に一台のバイク、時価2億円のバイクがこれです。うわぁ、網に入ってます。はい、ちょっとエンジンをかけてみましょう。あかんな、これあかんねんな。あ、すごいとこ行きましたね。はい、まあ、いろんなもんがある博物館で、興味ある人はちょっと寄ってください。では。